今回は、芥見先生五条は出張が多いので、今は高専に部屋があります。に対する読者の反応を紹介していきます。これはもう仕事人間と言っても差し支えないのでは ?365 日働いてる休日などない。都内のタワマンとか住んでるのかと思ったけどよく考えたらショートスリーパーらしいし忙しくて永遠の執着がないのかもね。呪術界に貢献しすぎてるよね最強なのにアゴで使われてんのいじらしい。性格のせいでかすんでるけど。こいつ人間である前に呪術師であるよう育てられたような状態だろうからな高専入って変わりはしただろうしそれは本当に良かったんやろけど生まれながらの呪術師なのはずっと出したの選択肢もないんだよな。何でもできるから全部つまんなくて趣味もないし仕事くらいしかすることないんだろう。少なくとも子供時代で呪文は見てるからある程度人間的な生活はしてるはず。ダイレクトに人を助ける仕事でもあるから、やることがないならやるだけの価値はあるからな。まあ何でも流行らないようにしてるとは言いつつも相当悪せく働いてるんだろうな。服とか渡し物は高価なものをたくさん持ってるイメージだったけど必要に応じて買って捨ててあげてをしてるのかな。高専寮そんなに広いイメージないぞ。教師は寮以外のところに住まいあるだろ他の呪術師も住んでるはずだし高専無駄に広いのに生徒少ないし場所はあり余ってる。希望があれば住めるらしいから寮かと思ったなまあ高専内の別のところに住んでる可能性もあるが。秘術師の寮母交友関係者に下等が過去にお世話になってたとして、今会えばはあさるさる、って態度しか取れない可能性あるのは悲しいな。両親すら殺しちゃったからな。その辺徹底せざるを得ないだろうな。映画見る前に 0.5 読んじゃったから純愛法で五条の家消し飛んでないか心配になったわ。青春を何よりも重んじてるし、高専が本当に大切で原点の一つでもあるんだろうな。原点の一つどころか、こいつ高専で気づいた思い出以外にアイデンティティあんのかな。実家のこととか高専以前のことまるで回想しないから、マジで高専だけじゃないの。生徒へのおふざけが実質プライベートなのかもしれない。五条すげえ頑張ってた。生徒とかがみんな寝てる真夜中とかでも呼び出されたらす任務行きそう。こんだけ酷使されて絶対折れないメンタル持ってることが時々無性に不憫になる。年上ポジションだから無茶言われるが30にもなってない若造として見たら背負い込んでる荷物が重すぎてもうちょい弱音吐いてもいいんだぜってなる気なおっさん。どこで発表されたか教えてくれん。0.5 巻をもらいに行け。青春がどうとかより単に高専が呪術師の本拠地の一つになってるからではメタな理由を言えばあちこち設定を増やすのがめんどくさい。いいんだよ、こういうのはエモさを深読みすること自体が楽しいんだこいつそういうの刺さるオタクに思いっきり刺さる過去持ちだし。前までは家借りてたらしいけどいつまで借りてたんだろ。五条って物欲なさそうだよな、必要なものにはふんだんに金かけそうだけど。部屋といっても生活に必要最低限のものしかなさそうこれで昔とか生徒たちとかの写真部屋にあったらそれはそれでたまらんのだけど。あっ甘いもの、小説だとナナミと一緒にジャガバターアイスクリーム食べてた笑い以外に二人合うよねしょう。甘いものも甘党ではあるけど元は脳に糖分回すためだからね。後輩とか生徒とかと一緒にいる時にかける金は惜しまないよねしょう。多分アニメ側のだけど、伏黒たちが休日の五条追うやつあったけど結局学生の任務の前準備をしてただけ、とかあったしね。あれちょっとゾワゾワしてしまったなんというか、きちんとした目的のない休むための休日とか凄さんの。小説だとパルケイスパーニャに遊びに行ってたね。出張先でサボるくらい許してやれこいつ以上に得難い人材いねえぞ。気が向いたら海外旅行パスポートなしで行ってそう映画の最後もそんな感じ青の瞬間移動でパスポートなしでどこでも行けるしな。もうあの人だけで良くないですかってなるわこや。でもその結果が百鬼夜行や渋谷事変なんだよね。結果というか百鬼夜行も渋谷事変も五条を介在させなくするための舞台装置でしかないという。頼りすぎたら五条いなくなったら終わるって意味でもあるんだけどね。寿命は人間相応だろうし御三家の一角も潰れちゃったしこれからどうなることやら。五条は500年くらいは生きそうに見える。それでメロンパンが無惨様戦法取ったらアウトになるというか獄門強封印は逆無惨様戦法とも言える。五条のメンタルってマジで強いよなそれをこいつら全員殺すかまで追い込むんだからザルってやっぱクソだわ。下等は成仏して。成仏しようにも検索さんをなんとかしないことには。いや成仏してねえで自分の体どうにかしろトンボになってる場合じゃねえぞ。
日本最強で独裁的なこともできそうなのに煽り抜きで GTG やってんのマジで奇跡だよ。てか呪術界上層部もよく五条と対立できるわ。上に殺されちゃうみたいなことも言ってたけど誰が五条を始末できるんだっていう。兵糧攻めしても餓死しなそうだしね。五条先生の根っこの善性さとか人好きな感じを見るとすげえ立派な両親とかに愛情持って育てられてそうだなと思う。本人がちゃらけた感じだから悲壮感ないけどかなりかわいそうな人。むしろちゃらけないとやっていけないって感じ。歌姫やじいさん煽ったり、七民や生徒いじったりして適度にガス抜きしてるんだと思う。余裕のある道家のような振る舞いを演じてないと壊れちゃう社会秩序がかもしれない危うさあるよね。そういうところ本当に下等とそっくり。休日もほとんどないって書いてあったな。だから出張先でサボってる。五条とは後利の陣ってそういうところ似てるよな。声一緒だし。感情に従って下等の遺体の処分で手続きをねじ曲げたら、敵が行動しやすくなって感謝されるんだからままならない。ファンブックによれば家入さんに任せていてもダメで五条がその場で火葬するのが唯一の解決法だったらしいから。人の心がなさすぎる。まあ翔子さんも犠牲になるのがオチだわな。よく手錠の横槍で剣士の役目を奪われるか、さすがにメロンパンみたいなのが死体奪いに来るとか想定外だし。あまりに滅私奉公すぎて、そりゃあ学生たち溺愛するわってなる。やってること自体は半ばオールマイトに近いのに称賛されないどころか上から目の上のタンコブ扱いされて、さらに教師も兼ねてるの。普通に考えて地獄だよな。オールマイトとは当人の性格が違いすぎるから。溺愛してないだろキモい。サトルが傍若無人な極悪な性格だったら宿儺が二人いることになってしまうな。あれなところあるけど秩序側にいてくれる人間でよかった。五条は人の死を悲しいと思わない後天的など、精神面でも中二病の権化でいたどりの対局でもあるからな。常に周りをからかってることで発散してるのかもしれないが、皆が心配するような精神の問題は無縁だとしゅう。親友の惨状を見ても、すぐなんとかなるのうちに含めてしまうからね。厄介なことに、下等本人の光線襲撃やいたどりの死など、本人が直接手を下さなくてもなんとかなってきた歴史があるし。とはいえど、キャラ設定に弱点をつけた方が人気が出るというのは、どんな豪キャラでも心配してあげたくなるファン心理を補うためだ。そういうところ進撃の巨人の兵長に似てるよね。最後ははかりきららカップルとミゲルと一緒に観光旅行エンドか。お土産買うくらい許してあげなきゃ。学長あたりはそのあたり気にかけつつも一方であいつ出張先で割と本気で思いっきりサボるからな。それ以外に休日入れないくらいの方がバランス良いんだよなとかもありそう。デジモン見てるイメージが湧かないゲームで育てたりしてたんだろうか。高専に入って下等たちに会ってから初めて遊んだりしてそう。割と出張帰りにお土産買ってくるのは高専術師のステータス。任務の帰りに生きて帰ってるってことだもんな。それまでは高級タワマン住まいのイメージだったのに、これで一気に貧困な仕事人間のイメージになってしまった。貧困どころか御三家の当主だから億単位の金ポンと動かせる身の上ではあるでしょ。それ以上に仕事人間なだけで、金を使うためのプライベートがねえんだよな。それこそ使うときは生徒や仕事のためだったり、めっちゃ高いワイシャツとか椅子とか使ってたし、身の回りの絵はいいもの揃えてるのかな。それぐらいしか自分のことに金使える機会ないし、名護はお菓子とかのグルメ関係ぐらいか。ほとんどがすぐに食べ終われるやつばっかで、凝った料理とか食えなさそうだけど。